ではアイメイクをしていきます。こちらコスメデコルテの AQ のアイカラーを使っていきます。ハイライト代わりにもなるパウダーです。これはアイホール全体に入れます。下まぶたにも入れます。クマが気になるときはクマの上に重ねても光で飛ばしてくれます。それからこのハイライトを鼻筋にも入れます。全部下まで入れずに中間ぐらいまで入れるのがポイントです。おでこの半分にも入れていきます。と顎先にも入れます。次にアイシャドウを塗っていきます。こちらビセイのブラムピンクアイズのピンクの2番です。マルちゃんメイクは簡単なので1色しか使いません。上まぶたはこのブラウンだけです。このブラウンを二重の幅ぐらいに入れていきます。で、次に下まぶたは、涙袋をゆっくり作るのがポイントなので、この上の2色のピンクを混ぜて、ふっくらさせていきます。そしてこの茶色で下に影を作って涙袋の部分を強調します。次にアイライナーを入れます。こちらアイスクリームのジェルライナーを使っていきます。で、次からがオルちゃんメイクのポイントなんですが、アイライナーで目を垂れ目気味に作っていきます。この目尻の部分がくの字になるのがポイントです。この下まぶたの三角の部分を塗りつぶしていきます。そしてその後ケイトのリキッドアイライナーで、ブラックのリキッドアイライナーで目尻を強調します。目尻を垂直に伸ばしていきます。
で、下のまぶたの三角の部分も少しなぞっていきます。これでアイライナーは完成です。では次にマスカラを塗っていきます。マスカラはあんまりたっぷり塗らずに上まつげの中心に塗っていきます。まずビューラーで上げます。ではこちらマスカラはサイコさんプロデュースのマスカラを使っていきます。ボリュームが出るタイプのものです。マスカラをつけるときに目尻側から目頭側に立ち上げるようにつけるとまつげが下がりにくくなります。ビューラーがないときでもまつげが上がるので代用できます。ブリちゃんメイクではつけまつげなどは使わないので、しっかりとマスカラで上げていきます。こちら下のアイシャドウ、アイライナーのところに塗り重ねていきます。これでアイメイクは完成です。キューティーチャンネルのチャンネル登録はこちらです。